お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのウォールブレイカーデッキを使っていきたいなと思います。で、ウォールブレイカーといえば皆さん、あるカードが絶対入ってるんですよ。今までウォールブレイカーデッキって、ウォールブレイカープラスあるカードが 100% 入っていたんですけど、そのカードというのがディガーですね。はい、ウォールブレイカーってやっぱディガーがないと活躍できなかったカードなんですけど、今回なんとね、ディガーが入ってないウォールブレイカー、まあ言ってもこのディガーの枠が有能になっただけなんですけども、こちらはね今日やっていきたいなと思います。で、なんでディガーが有能なのっていうねところなんですけども、最近ねこうまあなんかヤリゴブリンとか、まあ、ナイトヤリゴブリンボムタワーハンターみたいなね、組み合わせがすごい流行ってるんですよ。で、ソロデッキの弱点って結構少なくて、すごい万能でね、マルチの上位でも使われたりだとか、すごい流行ってるんですけども、ちょっとね、陸の受けっていう部分が、若干足りない。なので、ムートが最近流行っていたりだとか、ムートプラス、この、ユーノですね。この、まあ、ナイトやムートで、まあ、陸を受けることもできる、かつ、攻めの、この、プラスユーノっていうのが強いんですよ。まあ、ディガーでやっぱね、コツコツ削るっていうのも大事なんですけど、まあ、ナイトとかムートに、僕のね、ナイトムートとかに対して、陸を使わせたところの、追加の有能っていうのが今ね、すごいちょっと激アツですよと。まあ、あと僕はただ有能が好きなだけなんですけども、はい。そんなわけでやっていければいいかなと思います。さあ、眠気さん、よろしくお願いします。非常に、今もう朝5時ぐらいに僕動画撮影してるんですけど、僕もマジ眠気にね、今襲われてます。さあ、古城ババア、タルババア、これ、神器デッキって呼ばれるね、こう、相手も陸受け枯渇をさせるような、すごい陸の攻めるデッキだと思うんですけども、まあ、ナイト、古城、ユーノ、古城ババ、タルババ、あと、ムートとかゴーストがワンチャンいるかな、ぐらい。なんか、前、一時期、エリババでね、流行ったと思うんですけども、さあ、これ何が来る？何も来ない。まあ、防衛弱いこれですね。で、まあ、今回僕は、まあ、なんなら相手の陸デッキに対して、こう、ユーノになって、陸がちょっと手厚くなってるので、まあ、若干戦いやすくはなってるのかなと思いつつ、まあ、そんな感じかな。さあ、そのユーノは、うまい。ピピピが、いい感じに避けていきました。ユーノがね。さあさあさあ、でもディガーがないと、最後のね、こう、ディガー削り欲しいよっていうのもあるんですけど、やっぱこう、タゲを取りたいとか。まあでも言うて、なんかこの、やっぱファイブウッドがあれば、なんなら削れるかなっていう。で、こういうところですね。多分、ユニット1体つけてきて、受けて、おラッキー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 。これ、アイゴレがね、ちょっと壊れそうなタイミングとかで、ユーノ追加、みたいなのもすごい大事ですね。なんならこういうところでユーノ追加をされる可能性も、まあ、ないこともない。まあ、タルババかなこれは。樽で対応されたらその樽を返すような感じで、ウォールブレイカーかなと思ったんですけども、よいしょ、はいはいはい、ユーノが消えちゃいましたね。で、この最近入りのハンターの弱点は、まあ、マスケット重視だったりムートですよというわけでさ、ナイトムート組むだけなんか相手きつそうですよね。今回相手ムートいないのかな。これに、まあ、アイゴレとか多分そういう系だと思うんですけど、ユーノ追加ですね。これがね強いんですよ、このユーノで、相手の陸がなかなか止まんなくなって、まあユーノだったり、ムートだったりが刺されるみたいな。まあそんな感じのね。おー、ファイブ、え？あ、三死だったんだ。ちょっと待って待って待って。マジで気づかなかった。ってことは、ここに今ファイブを使うの俺やばかったんだ。あ、でも、まあ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 。一応僕もその、若干回転が早いので、わ、三死だ。やば。いやなんか、僕三重死、もともと昔使ってたんですよ。だから、なんかこう、今の環境絶対きついんですよ。だから3して上がってるとすげえなと思いますね。さあ、気づけばカウンター。で、タルババを返すような形で、ウォールブレイカーで攻めていく。一発入るんじゃね？ナイス。さあ、そして、多分左ブッパだと思うんだけどな。これムートでゴースト受けつつ、左のブッパを受けるようですね。で、ナイトで延命しつつ、さあ、気づけば、カウンターで、ここはもうね、今、相手エリポンいたんですよ、このタイミングで。だから結構、ぶっぱタイミングだと思うんですよね。あれに、タルババ使ったら、こっちの追加やりこぶが止まんなくて、みたいな。よし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 。まあ、ディガーでもいい気もするんですけど、これ、有能になることによって、よりね、あ、なんか、神器要素っていうんですか、陸受け枯渇要素が強くなって、こんな感じでね、攻めがね、結構こう、突破しやすくなるのかな、どうなんだろう。まあ、これはね、
結構人によると思います。ディガーの方がめちゃくちゃ使いやすい。ディガーでどんどん削りたいっていう人もいますし、僕みたいに、まあこの有能が好きとか、なんか陸で攻めるの好きっていう方とか、まあペッカとか使ってる方とか、特に、こう、有能の方が多分使いやすくて、なんかね、肌に合うんじゃないかなと思います。よろしく。さあ、で、これも有能ね、また後ろから出しとけば、これ逆サイドに出すことによって、ムートだったら橋のね、ムート、有能の橋渡る位置に乗るんですけど、これ隅っこを渡ってるので、あれなんですよ、ね。ごぼうりに渡らないとか届かないって感じですね。待って、めちゃくちゃいいウッドしたくない俺今。いや、なんか、することねえなーと思って、ウッド構えてたらさ、今。神ウッドしちゃったやつよね。さあ、で、今回の相手は、まあ、ゴーレムなのかなーみたいな。なのかなーみたいな、そんな感じの顔してますよね。ごぼうりメガゴって。え、レスピ？あ、これ、KK ロイだ。いや、KK がなんか使ってたと思うんすね。このロイランバーじゃないのかな？いや、でも、ごぼういたか。いやー。うん、いや、そうですね。多分、KK が使ってたロイジェイですね。KK が世界3位ぐらいになってましたよ。世界3位確定みたいな。やっぱすげえな、あいつと思って。よしよし。これ、ライト打たれたらちょっと嫌ですけども。いや、これ、ワンチャンライト構えてんのかな？いや、でもいい。いや、絶対。で、今、タルボブツファイト。追加。OK。今、タルもエリスピも咲いたんで、これもう、ウォールブレイカーぶっ刺さる。いや、ここで一回もう真ん中言うのぐらいでもいいですね。よし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 。まあ、有能になってるので、今みたいなのも、まあ、有能だからこそ、カウンターが強くなったり、まあ、守ってからのカウンターがしやすくなったんですかね。どうだろう。いや、でも、鬼強い。相手も、いや、君のそのデッキ何みたいな、そんな感じだと思うんですよ。あ、これあれ。あ、これあれっす。僕のプランでは今、その、ムートでランバーから射抜きたかったんですよ。ムートでランバーから射抜いて、その、ね、っていう感じだったんですよ、本当に。僕のプランはね。いや、これ相手ライトニングあるの、ちょっと嫌っすね。僕からしたら。ロイ来そうだけど、もう一回待ってくるか。で、ムートケツはちょっとね、ヤンキーだと思うんですよね、僕。ムートケツだけはダメ、さきます。で、これライト打ってくれるのはいいんですよ。なんなら、壊れてくれた方がムートがね、活躍する。よし、まあでもまあ、相手ももうそれを分かっててユニットぶっぱかな。OKOKOK。で、気づけばカウンター。で、ゴボウリとか使うようなタイミングで、よし、ウォールブレイカーナイト。お、待って。え？ちょっと待って、今のナイトウォールブレイカー、鬼うまくない？たまたま。たまたま真ん中にナイトウォールブレイカーしただけなんですけど、よし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 。いや、肌に合いすぎるでしょ。もうね、なんか、有能追加大好きなんですよ。相手陣地に、なんかね、こう、槍ゴブリンが1体いるところに、こう、程よくね、走らせたりとか、スケルトン1体とか、相手のハンターとかがミリ残りのところの追加ユーノみたいな、なんていうんだろうな、ユーノ、よく考えたらサンコスで強すぎんっていう感じはするんですけど、さ、なんか、ゆず故障的な感じの名前の人だな。よろしく？スケルトン部隊といえば、まあ、ゴレ、ラバー、スケラー、ドカンかなーみたいな思いつつ、ゴレはね、マジで嫌だ。ゴレマジで嫌だっていうか、苦手なんですよね、防衛。ゴレの防衛って世界一難しくないですか？いや、ああいうのもさ、もうこれですら僕防衛がね、わかんないんですよね。いや、マジで、本当に。ライト打たれんのか？いや、ライト打たれんのか。よいしょ。うわ、やば。ちょっと待って、待って。何やば。え、ハンター？ハンター、君なら頑張れる。お、いや、待って。まあまあいい防衛してる。いや、まあまあいい防衛したはずなのに、いった。で、スケルトン部隊いたので、ここは一旦ステイですね。ユーノ飛ばしてもスケブ、ムート飛ばしてもスケブでアド取られるので、まあ、アド取られないウォールブレイカーぐらいならワンチャンありかなっていう風な、気もしますね。まあ、なんとなく、セパしてよかったですね。で、これは、ま、ムートで回収かなんで、僕は、ここ、左ちょっと攻めちゃいますね。やばい、くしゃみ出そう。よくね、独特なくしゃみだなって言われるんですけど、本当にその通りで。これ僕は、まあ、俺、これもくれるんだ。まあ、僕としては、これはね、左多分おられるんですけど、
そのなんていうんですか、キング行かれない程度に守りたいって感じですね僕は。いやそんな贅沢なこと無理か。いやーこれ5打ったら行かれそうだけど、いや5打っちゃいます。5打って、いやいい5、そしてやりゴブリでウォールブレイカーでビビドラ下がってもらってみたいな。ビビドラ待って痛すぎ、え待って、え俺、待って、いやビビドラ、あー耐えたこれちょっと待って今のでそんな削られる。いやこれさ守れる、これ150みんな守れますか。いや普通の人は守れないんですけど、僕ぐらいになると守れるんですよね多分。気合が違うんで。いやハンター使ったら終わる、あ終わったっすね。いや終わったと見せかけてぶっぱ、これ守れないんで、もう守らなければいい。いやワンチャンじゃない。いやこれ待って、あなかったっすね。えなんでちょっと待って、いやーなんであれかな、左側さなんか一応ハンター出して守ったじゃないですか。なんて言うんだろう、左のタワー残ってる時ですね、タワー前に。あれ、まあ、絶対守れなかったからさ、ハンターを出さない。いや、どうなんだ。ファイブも悪くない。ウォールブレイカー釣りですね。はい、多分、おしゃれなことしようとした僕が悪かったっす。ごめんなさい。クララにおしゃれなんて求めたらダメだ。さあ、メガゴ。メガゴといえば、待って、メガゴといえばもう、今のしか出てこねえんだけど。さあ、違うこと祈りたいな。お？待って、ちょっと違う。メガゴエリキ、あ、スパーキー、レイジーとかも可能性ありますよね、最近。ちょっといるんですけど。いや、ぽいな。このね。なかなかいいやりゴブリン。あー、これはちょっとね、ウッドぐらいで抑えていきたいよな。まあまあ、悪くないウッドですよね。で、これ多分、ケツカレーユニット出すと、そう、スパーキー来るんで、端前からって言ったんですけど、結局これ美味しくいかれちゃうっていうね。痛え、逆サイだったな。さあ、鬼の防衛していきたいと思います。いや、これ地獄すぎん？マジで。いや、これやばい。やばくない？あ、俺のハンターが。待って、いや、マジで下手。いや、僕マジで、こう、スパーキーとかゴレの防衛、マジで下手なんですよ。本当に。やめてくれ、ちょっと待って。チンパンに駆られていく、どんどん。マジで。デリにしようかな、このウッドの幕。いや、でもウッドの幕が絶対攻めウッドないところ突破できないんで、ウッドは絶対なんですけど。いや、マジで、スパーキンの防衛、世界一下手なんですよ、僕。ゴレとスパーキンの防衛、マジで下手なんですけど。さあ、気合で守れるかこれ。うん、気合でいきましょう。もう気合っすね。根性でいける。いや守ってんな。え待って、守れちゃった。ちょっと待って、事件エレキか。あー、これはねちょっとかぶると思うんだけどな。来た。でこれで、まあ、ミニペダンスダックプリ。いや来た、オッケーで、これ1本取っちまえば、俺の方が、あれ、削ってるから。で、これ、無視して、ワンチャン真ん中に。で、よし。で、打ってから、これ、キングに行かれないように、程よくハンター。神ハンターであれ。神ハンターであった。よし。オッケー。いや、めっちゃいいムーブ。いや完璧ですね。さあここに来て、いやしかも言うのは走る。あー、これこっから削りちょっとむずいけど相手の方が絶対むずい。あれ気に警戒、おこれ買ってくれ、これなんか、まあ、ダックプリエレキあったり来い。俺のカビュット。あー待って、言うのピピピラン、おーなんかムート残ってるの相手うざいな。さあナイトル受ける。これさ、俺おっしゃらないことしていい？あ、なんかこれ折りそう。これタゲ取ってんすよ、実は。
一発ナイス5圏内、あ5圏内じゃない、あ待って、あいろいろ圏内になりそうみたいな、あったあったあった、調子乗った俺の、待ってやり込むか、ナイス、あぶねあぶね、よし、いや後半のプレーめっちゃ良かったな、立て直した。でやっぱこう攻めウッドがね、あのダックプリとかあのミニペを気合で突破できるので、まあ、ウッドは大事ですね。はい、あの多分皆さんもこの大型の防衛めちゃくちゃむずいと思うんですけど、ちょっと最後のね2-1交換の、まあ、ところはちょっと参考にしてもらえればいいかな。ゴレの防衛をマジで真似しない方がいいっす、めちゃめちゃ下手です、というわけで終わりたいと思いますけど、皆さんもねこのデッキ使ってみてください。チャンネル登録、高評価、コメントともねよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした、またね。